あれロールスロイスのいいやろ。ロールスロイスだよ。藤川さんどっちかだ。サバンナ FC の方かな。京介兄弟お兄さんの方。ロータリーやほら。違ったっけ。いやと思うんやけどなおじさんは。ああちょっと違うんや。あれがちゃうってこと。フィガロだ。違う。パオか。パゴや。フィガロ。パオとフィガロ。僕好きなんですよ。ファミリアってあれやん。聞いたことあるぜ。値段ここ。だから今やったら絶対プレミア高いやん。でも昔だったら買えたんかなって。金棒金棒って言ったらあかん。変わった金棒って金棒来たんですか。ダセジムリー鈴木をジムリー448万円当時。当時そんな値段で出てたんや。まあ物価が違うかもしれんけどさ。でもだよね。マイティーボーイ。あれマイティーボーイだよお兄さん。マイティーボーイだよ。そうピックアップトラック買えない若者が買ったっていうらしい。なんか YouTube で見た俺は。マイティーボーイだよ。日産マーチ。あマーチの古いやつだ。スーパーターボマーチの。これスーパーチャージャーついてたよね。あほらそうだよ。ターボチャージャーとスーパーチャージャーを2個無理やりエンジンに取り付けた。すげえな。マジ母さんすごいんだぜこれ。旧ソ連製四輪駆動車すげえ。ゲームで歩くね。あるあるあのボーサンダーとかの後ろに対空機銃乗ってるクソ雑魚車両。あのゴミみたいなあの機銃撃たれて死ぬやつやん。クーペだぜあれ。ランドローバーじゃね。ランドローバーだよ。おお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 おいや、俺もそれ取っときたい。
すごいね。ワクワクするね。危険だね。感動しちゃうよ。ありがとう。わあ。濡れてるな。アイドリングジーこれが。ライト？マジ？ヘッドライト。ああ。あとアクセル3回分でとか。うん、言ってたね。
かったな、飯食いたいとか言って帰らんでよかったな。なんかもっといたら他の車ももっと動くんだろうなって思うと、帰るタイミングわからねえな、ほんまに。なあ、飯食うとかあったら動くんやけど。